はい、皆さんこんにちは。一級建築士の鶴見です。皆さん家事動線とか収納計画とか使い勝手のいい家って気になりますよね。そのあたりのポイントを解説したいなと思うんですけども、まずですね、使い勝手のいいキッチンのポイントの一つがキッチンとダイニングテーブルの関係性なんですね。よくダイニングが横並びなの縦並びなのっていうふうに皆さん迷われると思うんですが、もし手の込んだ料理したいよっていう方だったら、ぜひこの横並びっていうのをちょっとお勧めしたいなと思います。理由としてはですね、皆さん料理するときってこうやって横に移動しますよね。ここで洗って切って調理してみたいな横歩きなんですよ。でこの横歩きの延長にダイニングテーブルがあると、スムーズな配膳作業だったりとか、あとは食べたやつを持ってそのまんまちょっと水ですすいでから食洗機に突っ込むみたいな短い動線で調理も片付けもできるんですよ。かつ手の込んだ料理をしたいとき、子供たちと一緒に料理しますよって言ってるときに、ここじゃ足りないよってなったときどうするのか、ダイニングテーブル空いてるんですね。ダイニングテーブルがいわゆる補助作業台みたいな形で、ここでもいろいろ調理ができるので、ダイニングとキッチンをもうフル活用できるのが実はこういう配置なんですよ。じゃあ収納計画どうなのってなったときに目立つのが、まず上の方に収納がないんですね。これが見た目上のポイントで、生活感を消すっていう操作です。実はこれ冷蔵庫もこっちに隠れてるんですよ。冷蔵庫隠れてます。腰の高さよりも高い位置に物がないです。これだけですっごいシンプルスッキリに見えます。じゃあ収納ってどうやねんと、足りるんですかっていう話があると思うんですけども、じゃあ実際皆さん収納開けてみましょう。まずですね、このキッチン自体に収納があるんですよ。両方開けるとこれぐらいの大きさになるんですけども、これがかける3つ収納があるので、リビング周りで使うものだったりとか、ダイニング周りで使うものっていうのがもう十分収納できるんじゃないかなと思います。であとキッチン周りで収納できる部分はこちらです。でキッチン側の収納なんですけども、こういった引き出し状のものが 1,2,3 段かける3つあったりするんですね。あとキッチン側もこういうちょっとした包丁のところだったりとか、こういう大きな収納だったりとか、やっぱ最近のシステムキッチンって収納量が結構多いんですよ。なのでこう高いところまで収納しなくても皆さんこと足りちゃうんですね。なのでこれぐらいの収納計画かつ使いやすいダイニングキッチンの並び、これでもう生活はしやすくなるんじゃないかなと思います。あとはお客さんにあんまり見せたくないよっていう、例えば冷蔵庫だったりとかストック系の食材というのは奥にパントリーというスペースで、まあ十分収納できるんじゃないかなと思います。プラスまっすぐ横に並んでるよっていうのは、ダイニングとキッチンだけじゃなくって、実は水回りでも同じような話が言えるんですね。なのでちょっと水回りを見てみましょう。で水回りに移ってきたんですけども、水回りもやっぱりこういろんな機能、特に洗濯とか片付けとかっていうものが絡むものですけども、これが一直線に並んでると楽なんですよ。まずここランドリーと、まあ、洗面があって、ここ扉開けるともう脱衣室とさらに奥にお風呂になってます。なんでお風呂入りましたよ、ここで服脱ぎましたよ、でこの服を向こう側の洗濯機に入れて、ここで干したり畳んだりもできるし、ちょっとだけ手を抜きたいとき、もう仕事急いで行かなきゃ、乾いてるしこのまま来ちゃおうみたいな、ここでちょっと準備もできちゃうんですよ。手洗いとかもできるし歯磨きもできます。こんだけのスペースがあれば横に一緒に並んでできるんですね。仕事に行くよっていう時間、学校に行くよっていう時間が被っても、まあ、大丈夫になってます。やっぱこのように一緒に連動して使うものっていうのは、横に並んでおくような配置をしておくと関連付けてまっすぐ使えて、いわゆる機能的で家事動線のスムーズなお家という風になりやすいんですね。なので実際間取りとか考えるときには、あ、これとこれはセットで使えると便利だなっていう視点で間取りの整理をしていければいいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん真似してみましょう。